届きましたからね。こちらでございます。イエーイ。ボロボロ。ボロボロです。国際郵便ボロボロになりますね。ボロボロでございますが、まあしょうがないよね。国際郵便ね。重さはどうですか。あのね、ああちょうどちょうどちょうどだ。ちょっと一回金の盾をイメージしていただきます。いや、ありがとうございました。あ、いや。重いですよ。重い。私的には重いそうですか。重い重い。いや、ちょっと一回金の盾。金の盾ね。金の盾。金の盾。銀じゃないですよ。金だよ。いや、金になりましたから、そうそうそう。あれの金バージョンってことでしょ、要は。そう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 。前もらったあれの銀の盾の金バージョン。え、どういう反応？どういう反応？リアクションは。まあ、ちょっと重いから。ちょっと重い。あー、空気抵抗は感じるかもな。ちょっと若干この持ち屋面積がやっぱ広いから、広いからね。ちょっと大きいやあれ。だいぶでかいと思うよ。そうか。銀の盾多分このこんぐらいだと思う。わかんないよ。そのくらいかもしれないし、もっとちっちゃくてこれかもしれない。中身ね。スポンジの周りがさ、このね、食べるやつだってかもしれない。めっちゃ守られてるかもしれない。開封しますか。では行きたいと思います。ついに行きますよ。はい。いいよ。真っ黒。はい、真っ黒です。真っ黒でございます。あ、でも裏にありますよ。あ、裏に見えますよ。見えてる？タイマー見えてます。金色がこら、この金色が見えてますよ。いっちゃっていいですか、これ。お願いします。いきます。でねー。うおー、すごい。すごいね。これドミノピザのニューヨーカーぐらいない？この箱的にニューヨーカーの箱と一緒ぐらいかもしれない。ドミノピザのニューヨーカーサイズと戦えるレベルだな。はい。うわ、綺麗。ピカピカですやん。金ピカだね、なんか。綺麗。こちらでございます。うわー、すげえな。金だねー。で、やっぱでかいよね。でかいよ。これね。ちゃんと名前も書いてありますよ。大きいね。でかいよね。確かに。あ、ちょっとなんか、大丈夫？傷？お、ちょっとここ、ここが歪んでますけど大丈夫ですか？本当ですね。大丈夫ですか、これ。あ、本当だ。大丈夫ですか、これ。ちょっとなんか。あ、これ大丈夫ですか？歪んでますけど、まあ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 。まあ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 。やっぱり、カリフォルニアらへんから来てますから。ああ、やっぱね。地球の反対側来てますからね。そうね。買った時に空気入っちゃうとかやっぱあるもんね。そうだね。寺みたいなの頑張ってやったらね。輸送の問題じゃないじゃないか。それ輸送の問題じゃないじゃん。寺とかでこうやってやんだけどさ、入っちゃうんだけど希望がね。作る側の問題じゃんけ、それは。ちょいと歪んでますが。ちょっとそうだね。でも豪華ですよ。豪華ですよ。でも全部金色でね。これ鏡の部分も金色だよ、なんかね。そうだね。確かに。すげー。金ピカでございます。すごいね。豪華だ。豪華って感じだね、なんかね。ね、うん、ああ、どうよ。なんかちょうどな重さだね。ちょうどの重さですか。ちょうどだってなんだね。それこんくらいなのかな。なんか、うん、ギリ持ち運べるかも。どういうことで持ち運べるって？こうやって？そう、その、うん、MacBook Pro 16インチ的なぐらいというか。いや、大きくないか。MacBook Pro にしても大きくないか。ちょっと待ってくれよ、これは。iPad Pro 20インチみたいな。ちっちゃいモニターだよ、それ。それがある。あるね。でもやっぱこう片手で持つにはちょっと重いね。そうだね。疲れてきたよね。書き込みは難しい。あ、そっか。iPad だと思うとちょっと重いか。両手だと。そっか、ちょうどいいけど。まな板的にはどうよ。まな板的には優秀かな。まな板的にはもう置いちゃうからね。そうだね。重さ的にはクリアだよね、確かに。確かに。確かに。後ろもね、滑りづらそうだよ。確かに。もしかしたら使えるかもしれない。ここにどでかいくぼみあるから。でもここで切って、その切れ端のクズとかそうそうそう、タコバッタって焼肉のね、あの残ったやつをそのままこう再生ボタンにクズを入れるな。大事にしろ。はい、ということでいただきました。いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。